村で教えてもらった町にたどり着いたもずく。情報を集めるべく話を聞きに回ったが、どうやら島の端にいる悪い魔女のせいで冒険をやめてしまった人ばかりらしい。この先のモンスターも強いらしく、進むのを諦めていたのだが、偶然とある冒険者と出会った。目的地が一緒なこともあり、共に冒険することになったが、果たしてこれからどんな物語が待っているのだろうか。こんにちは、もずくです。なんと今回で3ピート完成まで、お部屋レイアウトや余ったスペースを除いて残り3つになりました。もうちょっとで終わっちゃうのかって、なんか少し寂しい気持ちではあるんですけど、皆さんはどうでしょうか。ぜひ最後の最後まで見ていただけたら嬉しいです。ということで、今回のエリアは砂漠を作っていきます。それではどうぞ。まず今回作る場所は城下町の左側です。土が敷いてあるところら辺に作っていきます。で、今回の設定なんですけど、ただの砂漠ではなくて、もともと人が住んでいたけど滅びてしまってモンスターが住み着いているという設定です。なので人が住んでいたであろう建物だったり、モンスターに見立てた家具だったりを置いていこうかなと思っています。なんですけど、その前に砂漠の街全体を見渡せる場所を作りたいので、手前の草地になっているところにだいたい縦4マス横15マスほどの崖を作ります。で、左側だけ少しカーブさせておきます。全体はこんな感じです。で、季節が秋だったら気にしなくてもいいんですけど、春だと草地の緑が鮮やかで砂漠っぽさが半減してしまうので、2段目にも土を敷いておきます。で、まだちょっと見えてはいるんですけど、後で調整するとして、次は見晴らし台から見た時に奥に見えている左右の草地のあたりにお城の塔を使って建物を建てていきます。まず2階建てっぽくしたいので、塔が置ける広さで崖を作ります。で、塔を置いていくんですけど、なんとなく砂漠の町の建物って密集している気がするので、ぎゅうぎゅうに詰めておいていきます。まず右側だけ建物を作ったんですけど、見晴らし台から見るとこんな感じです。窓の向きはあえてランダムにしたんですけど、なんて言うんだろう、雑に建てられてるみたいな印象になるようにしてみました。伝わるかな。では左側も同じように建物を建てていきます。で、実は今回のエリア、今までで一番いろんなパターンの島くりを考えまして、最終的にたどり着いたのが今の形なんですけど、なんでたどり着いたかっていうと、やっぱ草地が見えていると全然砂漠っぽく見えないんですよ。お城の塔だと崖の側面の草も隠してくれるし、崖の付け根と土の地面の間の草も隠してくれるので、ちょっとお高いんですけど、この方法になりました。で、塔と崖の間は次のエリアにつながるトンネルを作って、2段目にはお城の門と塔でつなぎ目を作っておきます。全体はこんな感じです。画面いっぱいに建物があって、空は真ん中しか見えないような作りになっています。では、さっきも言った通り、草地が見えているとなんだかしっくりこないので、透過されていない前デザインを地面に重ねて隠していきます。全体はこんな感じです。草地が見えないだけでより砂漠っぽいというか、乾燥した気候に見えるかなと思います。ちなみに左側の崖の角を丸くしなかったのは前デザインを敷くためでした。では次は、より人が住んでいた感じにしたいので、タイルを敷いて道を作っていきます。タイルを使って土の部分が道になるようにしていくんですけど、
大昔に住んでいたということにしたいので、綺麗なまっすぐな道というよりかはぐねぐねになるように敷いていきます。で、2段目も少しだけ敷いておきます。全体はこんな感じです。タイルを敷いたことで文明を感じられるようになったかなと思うんですけど、どうでしょうか。で、今のままだと現在も住んでいそうなので、さらに遺跡の柱やほったらかされた壺を置いておきます。どうでしょうか。かなり滅びてきたかなと思います。ではこれで建物周りは完成したので、次は枯れた植物たちを置いていきます。まず枯れた植物の中でも一番大きなバオバブを置いて全体のバランスを決めます。木と木がなるべく被らないように配置しておきました。では次は雑草と岩に見立てたアリ塚を置いていきます。で、枯れた岩の雑草を植えたいんですけど、本当の雑草だと緑色なので麦畑を使っていきます。歩く場所は雑草を生やさずに建物周りに雑草を置いて、より廃墟っぽくするのがポイントです。で、2段目はカメラを開いた時に邪魔をしないよう端っこに雑草や岩を置いておきます。全体はこんな感じです。麦畑を置いたことで密度も出たし、左の崖の側面にちょっとだけ見えていた草地も見えなくなったと思います。で、ここからさらにメリハリもつけたいので、バオバブよりも濃い色の朽ち果てた木を置いていきます。どうでしょうか。これで枯れた植物たちは置き終わりました。では次はモンスターに見立てた家具を置いていきます。はい、アイキャッチやサムネでわかる通り、今回の砂漠のモンスターは化石の三葉虫とサソリです。三葉虫はサソリよりも弱い設定なのでたくさん置いておきます。全体はこんな感じになりました。モンスターがいることでより滅びた感が出たかなと思います。で、これでこの辺りは完成としたいんですけど、大事なセーブポイントも門の前に作って、昔住んでいた人が使っていた剣も地面に刺しておきます。次は後ろのエリアを作っていきます。この辺りのエリアは博物館を使って RPG によくある試練の神殿を作りたいので、まずは土の地面の後ろに博物館を移設します。で、このままの見た目だと砂漠に合っていないので、お城のシリーズを使って囲っていきます。全体はこんな感じです。写真映えするように画角にぴったり収まるくらいの広さにしておきました。でもこのままだと周りの草地が見えているので、2段目を作ってお城の壁を置いて草地を隠します。どうでしょうか。1段目の左右の壁を画面のギリギリに置いたことで、2段目の壁が画面の角に来て草地が見えないようになりました。ではこのエリアもタイルを敷いて神殿につながる道を作っていきます。神殿周りは手前のエリアと差をつけるために割としっかりめにタイルを敷いておきます。
全体はこんな感じです。次はさらに神殿っぽくなるよう入り口前に禁断の祭壇と神殿に入る時に喋り出しそうな古の彫刻を置いておきます。では次は手前と同じくバオバブを置いていくんですけど、手前から見た時にもバランスよく見えるように配置していきます。さらに枯れた雑草と岩、朽ち果てた木、ほったらかしの壺、モンスターを置いて、これでこのエリアは完成です。いかがでしたでしょうか。今回はモンスターが出る砂漠と博物館を使って資源の神殿を作ってみました。ちなみに次もしまくり動画になります。で、最初にも言った通り、このテーマでのスリーピートは残り少しなんですけど、ぜひ完成の時まで見ていただけると嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもお待ちしております。はい、じゃあ